ットラジオ、うん、仲良しラジオやるなよ違うだろあ、FEC チューンド 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 FEC チューンド。チョップスティックスの夜中にちょこっと箸休め。はい、はい、すいません、マイク入れ忘れてました。というわけで、今週も始まりましたチョップスティックスの夜中にちょこっと箸休め。ということで今回も、いつものごとく対馬くんが休みということでゲストをお呼びしております。では自己紹介お願いします。お股の間の潤滑油松田オイルです。最低だね、最低な自己紹介だな、はい、あれ あと一人いますよね。どうも須田まさきです。いや私誰、絶対嘘だろ。チンピラゴボウのティーガーさんです。須田須田、須田須田言うてますけども、須田須田言わないわ須田まさきだとしても須田須田言わないわ。いやそちら須田須田言うてはりますけども、いや言うかや、おかしいだろ。やっぱ巣立ってますけども、うるさいのが揃ってんな今日この二人が揃うと本当に疲れるんだよな、はい、あの向かう車の中ですでにリークがあーもううるせえうるせえうるせえってずっと言ってましたね、はい、本当にということで、はい、また来週お会いしましょう。で早い早い早いよあんたは明日もあるかもしれんけどな今日なんだよ僕は。いや疲れてるよ。いやでも本当にイベント終わりで、そうそうね、今ねハーリー終わりでちょうど、違う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 どこの誰が深夜にハーリーするばしたかったですか。してないですよ。そう、奈々ちゃんがね、こんばんは、平成一期お疲れ様でしたっていうコメントがありますか。ありがたいですね。そうです、平成勃起終わりまして。いややめれや、もうやめてくれ本当に。平成勃起、平成一期最後の最後の勃起合戦ね。いや誰も来なくなるからやめて平成一期というね、はい、あのイベントが終わりまして、そのまま直行で、はい、まあタイガさんもスタッフとしてあの入って、スタッフ、じゃあもうあの急激に眠たくなって疲れてるから。わかるよ、このさラジオブースの環境で結構気持ちいいんだ、落ち着きますよね。しかもねリークは今回ほら初 MC してたじゃないですか、はいはい、そうです、初めてね MC、やめてそれ初めてと初が重なってるから初めてね、あのミネットと一緒に、MC をしてましたからね。それは疲れるでしょ。ネタもコントだから、はい、ね、マイクも通さないからでっかい声で、はい、そうだね、喋ってやったね。で移動中もこのうるさい二人の相手して、うんうん、ってなるともうそれ眠くなりますよ、うん、そうですね。いや、でもたっぷり寝はしましたけど、うん、すごかったよ。いやいや、なになになに、なに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 、ライブがすごかったよ。すごかったですか。スタッフさんからの意見ですね。タイガさんもね、タイガさんでライブして、はい、その前、この前はゴボビもありましたからね。あ、ゴボビ、ゴボビやられまして、はいはいはい、客が多分304名ぐらい。いや、入るかよテンブスでやったんか。304名ぐらい。ライブハウスだよね、ちっちゃい。ライブハウス、バンターハウスって304名入ったっけ。入らんマックス50名のところに、うん、304名。いや、おかしいだろ。みんな、あれだよね、体の一部を切断して入ったんだよね。いやいや、やめとけや本当に良くない例えです本当に良くない例えですよ本当に良くないと思いますね。いやでも本当にお疲れですけど、マスケンさんどうでしたか。いやまあ僕は今日はあのピンネタやって、いつも通りピンネタやって、はいはい、あのその後元氏とユニットであの漫才させてもらいまして、そっかそっか、ね、なんでその衣装のまま今日着てるんで、はいはいはい、シャツにネクタイっていうね、はいはいはい、ごめんなさい、あの対馬スタイルでちょっと気をつけて。いやいや大丈夫、あ今流行りの、流行りの、流行ってない、流行ってないよ、対馬スタイル。ごめんなさいって謝る必要もないしね、ちょっとリークがね思い出しちゃうかなと思ったんだけど、失踪した相方をね、失踪してないよ、失踪した相方をしてないだろ、思い出して涙ぐむ場面もありましたが、なかっただろ今空の上で。いや死んでない、死んでない元気に龍大通ってます。あそうなんだ、失踪の死って死んだの死なの。いや違う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 
元気にって、あれ、あの隣のトトロのメイちゃんぐらい元気に歩いてた。いや、わからんわからん。ごめんだけど、自分に見たことないんだ。腕振りながら、太ももを上に上げながら、1、2、1してから通ってる感じ。わからん。そんなに元気ではないと思うけど。あ、そうなんだ。まあまあ、元気にやってますから、相方は相方で。はい、たまに会ったりもしますけど。あ、そうですね。タイガさんはどんなでしたか見てましたけど、スタッフとして。いやー、よかったよ。聞きたいのは、何がどうよかったか。そう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 。抽象的すぎるんだよ。出演者だと僕たち2人、あの褒めてほしい。なるほどね。なるほど。まあ、一応まず、ね、やっぱり今回この特別ユニットでて、このねモコモコもとし君とオイルのこの、はい、あの漫才のネタが、はい、結構良かったな。ありがたい。すごいこれ、はい、いやもう本当に面白いですし、やっぱりテンポとか、はい、お互いの間が、はい、これはあの即席で組んだコンビだとは思えないぐらい良かった。気持ちよかった、まあ、そうですね。同期なんで、僕がね入った入団したばっかりの頃にハイパーニートの時期があったんですよ。ハイパーニートってなんだろう。いやもう本当に覚醒した。覚醒してたんですよ。その時どんな生活したんでしたっけ。ですね、まず稽古に行きますよ。夜稽古に行きますので、はいはいはい、終わりま8時9時からで、はいはい、終わって12時ぐらいですか、はいはい、そこからあの元氏と大河 と、はいはい、朝5時まで喋りまして、飯食ったり喋って、お家帰って寝ますよね、はいはい、でまた夕方ぐらいに起きますよね、はい、また稽古に行きますよね、はい、これをね1ヶ月続けてました、1ヶ月も続けるな。1週間で飽きれ。これがザ・ハイパーニートの時期ですね。ハイパーニート、あ、じゃあもう3人ともハイパーニートだったんだ。そう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 、あの時は元氏まだ学生で、うん、夏休み、はいはいはい、学校夏休みでバイトも入れてなかった、はい、で大河もその時特に何もしてない。俺特に何もしてなくて、基本的に俺はもう事務所に入ってずっと婚礼祭ずっと何もしないで、やれやバイトとかやれ時期だったんで、本当にスリーセブンだった。学生も、もう学編長とか最近揃ったんだ。毎日ジャックポット。やるとけや。本当に。だからそう、まあそういう付き合いもあって、多分話すテンポとかはあのなんていうんですか、自然とできてるんだろうなとは思った。仲いいとね。結構良かった。なんかこれでバイアスロンとか出たら全然準決勝ね、進めてたなぐらい本当に、あの、ま、間が良かった。あれ見せたいな、みんなに。良かった良かった。なんかちょっとジェラシーがあったもん。あ、これじゃあ俺なんかには醸し出せない、やっぱり間というか、はいはい、あれを、うん、そうそうやれてたのはなんかすごいなと思って。嬉しい。松田さんのやっぱりツッコミが冴えるし、気持ちいいんだよな。声量といい、やっぱりタイミングがね、声が高いんですよね、うん、なんか気持ちいい。基本的におかしいだろやーって言う。高い高いな。耳痛くなるよや。耳キーンってなるよや。声高すぎて、あられちゃうみたいな感じ。いやいや、そんなキーンじゃないよや。世代じゃないばよ。ありがとうございます。ごめん、俺なんかも多分じゃないと思う。全然違う。全然違う。ドラゴンボールでさえ違うんだ。そうだ、俺たちドラゴンボールもちょっと外れてるからね、うん、どちらかというとドンピシャはワンピース、ワンピース、ワンピース、ワンピース。これワンピースとの略だろ、それ。ワンピースぐらい。下ネタのやつ。やるな、やるな、やるな。ジェネレーションギャップが出てる。やめてやめて。よかったネタが良かった。やっぱ、ね、あの、いや、リークのやつも良かったよ。はい、港さんと、はい、今回初めてやらせてもらいましたけど。やっぱりリークはこのリークもツッコミが上手いからな、はい、もう司会も結構良かったですよ。あ、本当ですか。良かった良かった。初めて司会だからね。ちょっとやっぱり思ったのが、はいはい、港があの MC のオープニングトーク長くしてるんだなって思った。気づいた。本当に。お気づきですか。本当に。あの人おしゃべりですもんね。いや、もってなんかさ、そうそう、いや、よかったけど、オープニング映像が流れるさ、平成一期でかっこいい映像流れて、趣旨と全部あそこで MC がやるべき内容は全部進んでるわけよ。ああ、そうだよ。紹介、各芸人紹介で、そうそうそう、ライブの趣旨、そうそうそう、で楽しみくださいっていう振り、あそこで全部完結してるにもかかわらず、オープニングトークで30分ぐらい使うっていうのは。いや、本当に。あのね、これ平成一期の悪いことです。本当によ。いや、面白かった。でも、いや、よかったと、よかったと。まあまあまあ、ちょっと遅れていらっしゃるお客様も多かったので、ね、うんうん、今回はね、まだ20分ぐらいではやった。20分ぐらいまだ上出来の方ですよ、ね、今日もだいぶ短いさ。もうはしょりにはしょってあれですか。やばいな。いつも30分やってるからね。だって1回リハで1時間半やってたことあるよね。オープニングトークふざけすぎて。あの全部でワンコーナーやし。いや、もう一ライブ終わった時があったんですよ。本当に。でも終わった瞬間にやばい、もうあと10分しかねえな。客出し、逆入れだみたいな。すごいっすね。ありましたけど、まあ、あったあった。楽しく見させてもらいましたね。ありがとうございます。いつもスタッフもありがとうございます。いや、本当にありがたい限りですよ。はい、もうスタッフの お金もらってないんですけど、まだ。あの、発生しないです。無償でやっていただく。
無償です。本当にでも、あげた方がいいと思う。いやいや、あげた方がいいと思う。俺個人的に、あの元氏からお金もらってるから。ああ、それで大丈夫。それで大丈夫ですね。あとでリークが100円だけ少し。いやいい。なんかおごるよ、別に。100円、100円でいいよ。なんで現金欲しがるの？おごられると、物が確定しちゃうさ。お金がいいな。いや最低だな。お金渡すのが気まずいからおごったりとかするもんだからさ。ああ、俺そんなのないから。やめとけ。コメント来てるんだよ、コメント。もうレギュラーとして読み出そうとしてるやん。ゲストにね、おしろりくさん呼んでます。じゃあ逆。シュプリームさんからいただきました。いいけど呼んでも。夜中にチョコと、サオヤスメのメインパーソナリティの松田ノンオイルさん、ゲストのタイガくん、ギャラリーの七分丈のプリンス。誰によや。と突っ込むところです。皆さん、こんばんは、アダムとイボですということです。ありがたい。全部ふざけてるやし、全部間違ってるよ。リク、こいつ、ちゃんとした文章送れんことだっけ。やっぱり、うん、そうそう、いつも思ってるんだけどね。こいつ俺別の局でやってる番組にも来るんだけど、こいつまともな文章送れない。シュプリームさんはなんかなんだか異世界に住んでるわけ。あ、そうなんだ。シュプリームさんはなんかなんだろう、ファンタジーの世界に住んでる人から、そうそう、だからいろんなことが身の回りで起きるわけ。あ、そうなんだ。だから多分本当にアダムとイボなんだと思う。あ、そういうことか。一応それでは済まされないですよ。それで、とはならないっす。そうなんですよ。ならない、ならない。あの、ほんとミッキーとかと同じ立ち位置。別次元、別次元なんだ。そうそうそう、ファンタジーの世界に住んでる人たち。でも全然それでは済まされない。あの、別次元にいるからって言って何でもいいって言ったわけじゃないからよ。そうなんだね。切れてる、切れてる。そうなんだね。やっぱいろんなところで怒らせてるんだよ。そうそうそう。夕方の番組ですよ。はいはい。まあまあ、ちゃんとした番組に、こいつ下ネタバンバン送ってくる。情報番組ね。情報番組。まあまあ、ちゃんとした情報番組にこいつ下ネタ、本当に大好き。いやー、すごい意気投合しちゃってるじゃん。おかしいだろ。はい。はい、ということで、いっぱいこんばんはっていう挨拶が来てますけれども。はい。さあ。はい、疲れたんでちょっと流れも分からなくなってきましたが、うん、じゃあこの辺で終わりに。違うしますか。一旦ちょっと、うん、僕の頭を整理するために、うん、CM に。 CM っていわゆるコマーシャルメッセージのやつですかね。いや、分からん。 M の方分からんけど。じゃあキャンさん、コマーシャルメッセージよろしくお願いします。お願いします。何か曲用意します？曲用意しましょう。何かやったい、流したいものあります？国歌とかがいい。いや、バカ。この時間から国歌聞かへん。オッケーです。じゃあ肩幅グッデーで。最高です。肩幅グッデー。じゃあ今ヤマティーでどれにしようかな。いいっすよ、ヤマティー行きましょう。大好きなんで。ヤマティーです。僕はこれをハイビスカスミーさんの前で鳴らしました。最高です。いいっすね。え、本当に好きなんだ。うん、いいよね、ヤバヤバイタイガね。うん、ヤバイタイガ。やばいタイガじゃん。おこんばんっていうの。わーまで言ってほしいんですけどね。うわ、黒紫さんだ。おー、ありがとうございます。プリムさんから松田くん大好きって来ましたね。あー、いいね。俺も好きだよ。すごい。きついきつい。唯一リクだけがシュプリムさんのこと嫌いだね。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 え？え？嘘？え？え？嘘。え？え？これ始まってる？いやー、まだ始まってないんじゃない？いや、始まってるだろ。チョップスティックスの夜中にちょこっと箸休め。ポピー。だー、ポピー。ポピーきつく、きつ。いえ、自分でやったやつだから。きつ、ポピーって。あれタイガさんがやってるんですよ。始まってるだろ。始まってるだろ。うん、そこの部分のきつさはいい。ジングルもこれやっぱり構成緻密に練ったんだ。練ってない、練ってない。練りに練った。いや、そばにいたかは分かると思うけど、あれ即興でしょ。俺なんかがやってた。練ってた、練ってたよ。練ってないぜ。うどんぐらい練ってたよ。練りすぎだろ。香川のうどんぐらい練ってる。分からん。香川じゃなくてもうどんは練るよ、別に。23番。知らん。コシと。その23、いやいや、もううるさいな。うるさい、今日。まあ、分かる分かる。その香川じゃない。香川新地の方の香川じゃない。じゃあ香川県の方の香川だろ。当たってるやし、ボケてこないばい。そうだったの。そうだろ。大体は香川のうどんつったら、とりあえずでもラーメン食いたいよな。普通の会話じゃないばい、これ。とりあえず放送してるわけよ。ライブアートってやっぱりご飯食べたくなるよ。始まってる。いや、じゃあいいやった。始めてるだろ。いや、誰かや。チャリスティークスだ。誰かや、それ。夜中にちょこっと箸休み。いやいや、おかしい。ポピーちゃんってやんね。
ポピーだけちゃんとやるね。これポピーっていうのはちなみに出典はあのクラッシュバンディング3に出てくる恐竜がいるんですけど、はいはい、いやいやそれ毎回あの対馬を説明するんだけど誰もピンとこないわけよ。嘘こないの？分からん。分からないんだ。クラッシュバンディング自体は知ってるけどさ、クラッシュバンディング3ぶっ飛び世界一周に出てくる、うん、あのトリケラトプスに追われるコースがあるんだけど面白そうだな。そうそう、それに、うん、そこに出てくるちっちゃい恐竜がいるんだけど、うん、ステゴサウルスみたいな、うんはいはいはい、それに乗っかった時にクラッシュが乗っかった時に、うんはいはい、ポピーって恐竜がいる。あ、そうなんだ。そうそう、それでなんか2人で盛り上がってたけど全然意味わからん。めっちゃ面白そうし、俺もクラッシュバンディングで育ったと言っても過言ではない。マジで？あのあれでしょ、ボタン押したらくるくるくるって回るやつでしょ。そうそうそう、近くのボタンでめっちゃ。あの狐みたいな顔の。あれネオコルテックスがこう実際にこう動物にこうなんかドーピングみたいのしてこうこうクラッシュて。重てえ。ゲームの設定重てえ。そうそう、もうあれ俺はあれとサルゲッチュで形成されたと言って。あ、そうなんだ。動物系なんだ。あ、そうなんだ。どんなですか、マツケンさんとかゲームとかしてました？やってた。俺は俺が一番やり込んだゲームは、はいはいはい、ロックマンエグゼです。あ、ロックマン楽しい。あれ最高だった。あのだから年齢の的にね、はい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 、あの遊戯王とかこうカードゲームが入ってたんですよ。流行ってたね。だからデッキを作ってっていうやつじゃないですか。はい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 、あれで。やっぱロックマンって普通こう横スクロールのねアクションゲームじゃないですか、はいはい、みんなが知ってるロックマンって、はいはい、でもロックマンエグゼはこのマス目のやつ、マス目のやつ、あー9マス、あれ面白かったですよね。9マスのあれでしかもこの武器のチップっていうのを集めるんですよ、はい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 、で一、はいはい、つのこのフォルダーにだいたい38枚だったかなマックス、なんか組めるんですよ、ね、組めるんですよ。これを構成して敵を倒していくって、だからもうカードゲームの要素もあり、はいはいはい、このバトル要素もあり、チェスみたいなね、この1の位置を移動していくね、そういうボードゲーム的要素もあり、はいはい、でロールプレイングなんですよ。あ、ちゃんとお話も進んでるんですよね。もう最高でしたね。あの僕2から始めたんですよ、ロックマンエグゼ2、はいはいはい、から6まで全部やりました。わあ、すげー。あの1に戻ることはできなかったんですけど僕、あ、はいはいはい、多分あの退化するんで。あ、そうなんだ。俺だってあれがロックマンだと思ってたもん。そうそう、俺も俺も あれありきで、うん、はいはい、要はそのゲームがあると思ってたんだけど、うんうんうん、もっと昔にやったんだって、うん、あれ、ね、あのーうん、ちょっと古い感じのやつですよね。どっちらかというとあれが派生した方のロックマンってことだもんね。あったんですよね、あれ、あれ最初だと思ってた。楽しかったな、確かに。 X シリーズしか知らない。キャンさん X シリーズしか知らないんだ。あの横スクロールですよね、だからね。ピュン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 ってやつね。いや、あの腕にあれがついてるんだよね。エアーマンとかもね、強い。エアーマンボスキャラで出てくる効果と、なんか特殊効果を持った敵にも、こういうあのなんとかマンみたいなのがいて。俺もめっちゃやってたけど覚えてないな、もうマジで。 X3、 うん、やばー、すげー。裏技とかあったね。あったあった。 ABBA 右右左ですか。昇竜拳だろ。それ昇竜拳だろお前。わからんわからんわからん、覚えてる。やば、電話番号、電話番号今 iPhone のパスワードにしたいわ。やめとけ。へー、あ、そうなんだ。そうなんだ。マイナンバーみたいな。マイナンバーやめ。やめて。ロックマン X しかないやつ。ロックマンやったことないんすよ。ないんかい。ないんかい。携帯のやつのお試し版だけやったこと。いやいやいや、違う違う。まさかのでしたね。ロックマンやりたかったな。ーゲームボーイとかでできるやつですよね、うん、ですよね。黒紫さんがエアーマンが倒せない流行ったなーっていう、曲もあるぐらいだから。あ、本当に？エアーマンが倒せないっていう曲もあるぐらい。マジで？そう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 。何それ？ある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 んだよ。あ、本当にあるってことですか？うん、そうなんだ。倒せない。適当に歌ってるだろ。あの、違う違う、リク聞いて。違う違うわけよこれ。あ、え、どういうもん？あの、こんな曲調じゃない。あ、だろ？うん。言ってるやつだ。だろ？って違うわけよって言うから、じゃ当たってるのかなと思ったら。はいはい、俺とは違うわけよって言うから、それはだろうって。タイガが 100% 間違ってるんで。でしょ、はい、でしょ、だって、はい、弟が買ったゲームボーイのなんか、はいはい、あのロボット の、うん、あの警察が、はい、あのこのロボットの警察敵を倒していくっていうクソみたいなゲームだったんだけど、それめっちゃやってた。もうやらないの。そんなのやらないで。その情報だけタイトル名当てるっていうゲームやろ。いやいや、無理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 。パソコンで検索して探し出すっていうものがやる。どんなコーナーだばい。誰が聞くばそれ。で、ゲームボーイってどこら辺から流行ってるんだよ。でも、マツケンさんたちは、うん、今、俺なんかの何個でしょ。エアーマンが倒せない。できる。あるんだ、すげえ。ちゃんと仕事してるな、あの人。すごい。ちゃんとしてる。そうそう、この曲、この曲。この曲、こんな曲なんだ。こんな曲結構しっかりしてんな。あの、しっかりした曲だっけ。へぇ、面白いんすよ。ヒャダイン。あ、ヒャダインさんが作ってるんだ。あ、面白いんすよ、ね、こんな時代から作ってんの、あの人。うん、作ってる。え、マジで。エアーマンはあの、いろんなシリーズに出てくるんですよ。だからあの、え、なんですか、
エグゼにも出てくるんですよ。あ、でも本当は一番最初のロックマンシリーズの敵キャラ、はいはい、ボスキャラなんですけど、あのちゃんとエグゼにもエアーマン出てきます。どうして、はい、出てきます。そうなんだ。ヒャダインもボスキャラで出てたかな。いや出てないんじゃない。はい、うん、ヒャダインね。何のボスキャラで出てるんですか。多分あの大元のボス、多分、うん、裏あの本当にこいつが大元の。そうそう。いや何言ってる場合。こいつが大元のボス、え顔よや。ヒャダイン。やばいだろや。ラジオなのに顔ゲー落としてます。いややめとけ、やるなやるなやるなマジで。やるな。はい、今二人ともえーって顔してますね。いや分かるだろ大体でえーって言ってるんだから。本当にミキサーがふざけすぎな。ミキサーがこんなにふざけるラジオないはずな。ない。ないってちゃんと言ってるよ。俺何件かこのラジオ局見てきたことあるけど、はいはい、ない。ないよ。ないよ。あいつダントツでふざけてる。ふざけすぎなよ。カンさんは最高です。うん、最高ですね。そうそう、はい。あの元巻さんが平成期間面白かったです。そう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 。ありがとうございます。ありがとうございます。平成期いいよな。うん。本当に。ね、あで実はキンピラも平成までだから。そうですよね。世代的にはあんまり変わらな い, というか。俺の一個下。そうそう。ってことは全然入ってても。うん。でもまあまあまあ、まあ、入れないですけどね。まあ俺なんかってやっぱり群を抜いて面白いからな。そうつまらんかなかったらつまらんだろうって言えるけど、一応面白いから面白いんだよ。言い返せないっていう。いやだから羨ましい、なんか同世代でやっぱりこうなんかいろいろやってる。ゴボビはちょっと上だもんね。わさびはちょっと年齢が上だしな。そか、でもねしっかりなんかゴボビやり始めてから、うん、なんかバイアスロンの準決勝行ったりとか、うん、結果もしっかり残してますからね。残してないだろや。いや残してる残してるよ。仕事もだって増えてきてるじゃないですか。仕事も増えてないだろや。嬉しそうやし。ピクピクラジオカーレポートとか森光、相方の森光さんはあれですよね、うん、CM 出たりとか、うん、CM バンバンしてる、ね、でもそれはあれでゴボビやる前から全然。あそっか。あの森光が選ばれてる理由は、はいはい、本当に店員でいそうだからっていう顔の。いやでもマジでマジでいそうですよね。いそう。俺知らなかったら芸人って思わないもん。俺あの店員何回か会ったことあると思うけど。いやマジでいっそ、マジでいっそ。俺もあいつからチキン買ったの。いやいやつつけ、うん、買った。あるあるある。いやでも本当にだから、うん、それはね、うん、それは森光の特権だから。森光の敵役ですよ。敵役ですよね。だから敵役といえばエアーマンなんですけど、ね、どんな入りよ。入れるかや。それで小松健さんの話遮っちゃった。下手くそでした。やめてやめて。下手くそでしたね。下手くそってなんで。中国にお住まいの。いないいないいないよ。下手くそ。成人男性25歳、下手くそ。やめとけ。短すぎるな。僕はうんこをしました。文章が下手くそですね。下手くそ。いや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 。いいいいいい。やるなやるな。いい。下手くそで繰り広げなくていい。いや、話したかった話話せ。本来話したかった話を。もうやめよ。いい。話せばいいだろう。いや、なんかだから、そういう敵役っていうのがあると思うわけよ。うん、はいはいはい。だから、俺ってなんだろうって思った時に、やっぱ今日、はい、あのライブの中でもやっぱいじられてましたけど、はいはいはい、やっぱもう人殺しの役しかないんですよ。本当にね。本当にだって帽子深くかぶったらマジで殺してそうだもん。本当に俺なれるんじゃないかな。なったらダメだろ。でもなんかさ、沖縄とかやっぱまあ少ないんですけど、ドラマとか撮るとき本当に殺人者の役で呼んでほしい。ありますよね。あ、なんかパッて逃げて、うん、刑事が追っかけて、そう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 、バンって倒して、あ、うん、あの帽子外して、帽子とパーカー外したら俺って絶対あると思う。あると思う。でもね、 CM とかで使われるはずね。CM なんか人殺す CM どこで聞いたことあるわ。俺こいつに殺されたことある。いやだって俺ほんと自分で言うのは悲しいけど、はいはいはい、あのたまにね、あのなんですか、掲示板とかに、うん、この顔にピンときたらってあるじゃないですか。はい、ありますよね。あの何人かその中に俺がいるんですよ。いない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 よ。いないいないいるんですよ。やめとけ。じゃあ松健さんに会った人はこう、うん、タイミングよくちょっとピンときた感じがあるんだ。そうそうかつて本当に俺みたいな目つきがいっぱいいる。いやまあ目つきはね、確かに。なんでこんな目つき悪いのかね。いやどんな、あれ親とかは別に悪くはないんですか。親は全然悪くない。ああ、じゃあもう生まれだろうな。育った環境でしょうね。そうだろうね。スケスマップのセロリみたいな感じで言うんだ、うん、そう。言ってない言ってない。育った環境ですかね。言ってないだろ。そんな曲、そんな曲じゃないだろ。スマップ、スマップのね、ペロリ、うんうん、ペロリ。いやいや、おかしいよ。何をペロリしてる場合。食べちゃってみよう。そんな曲じゃ、食べるだけ。じゃあ、セロリ食べる歌じゃないから。舐めるだけ。何を舐めてるば。だけ。本当におかしいよ。童貞だろや。お前もだろ。いいだろ。やれるだけって言ってるから童貞だろって言って、俺言ってないだろ。ああ、中澤さんはトラウマの後で殺人鬼役やってた。ああ、似合ってる。ああ、でも中澤さんでも殺人鬼って感じではないですよね。そうなんだよな。
殺人鬼なんか怖い怖い先輩というか。ああそうそうそう、ダンサーはそうなんすか。まさきさんで何で、あのスパルタインズの竹槍で殺された。ドラマがあったわけよ。あ、時代劇のやつか。あああれ戦争のシーンとかってことですか。戦のシーンが、戦のシーンで竹で殺されたんですか。僕あの戦じゃないんですよ、あの通り魔的なやつなんですよ。やめとけや、やめとけや。サイコパス犯罪者をねやりたい、うん、もしあのこのラジオを聞いててね、はい、そういうドラマを撮りたいって言わないで、まあ、でも本当のサイコパス刑事もんでもいいですよ全然、はい、だからその殺人者の役がね欲しいって言ったら、ぜひとも僕の方にいていただければ。 あとはあのね、はい、ワーストを実写化する場合は、そうですね、あの深町啓太役として、そうですね、あの分からない方もいると思うんですけど、深町啓太ワーストをね、あのなんか漫画があるの、クローズワーストの、まあ、3年後かな、2年後か、うん、であのスズラン高校の、うん、あの三大勢力の中の一つ FBI っていうね、あの、うん、チームがあるんですよ。でそのトップがブッチャーっていうデブの、はい、あのやつがいて、そのナンバー2に深町啓太っていうのがいるんですよ、はい、そっくりです僕。あ、そうなんだ。ぜひ皆さん深町啓太とお調べください。一旦検索してみてください、本当にあ あの僕です。メガネのタイプを変えれば僕です。全くマツケンさんだから、はいはい、僕です、ね、これ、ま、マジでなんかもう言っちゃった方がいいんじゃん、この、うん、漫画の制作会社に。いや本当に言いたい。深町啓太、深町啓太役探してる場合僕いけますよみたいな。すごい、ちょっと見たいな。ちょっと僕も調べてみよう。検索してみて、本当に、まあ、クローズがね実写映画化してるからワーストもちょっと言ってほしいんだよな。後々あるかもしれないですからね。だからクローズとワーストの間みたいなのを作った、はいはい、ゼロがあのクローズの漫画のちょっと前っていう話ですね。前ですね、ゼロが前、ゼロがね、クローズゼロが前ですから、ワーストやった場合本当に僕出たいっす。そうです、ね、好きな漫画なんで個人的に。こ名前反町隆史でしたっけ。違います、違う違う、深町啓太。あ違う、あ道理で全然似てねえなと思って。いやそりゃそうだろ、松島奈々子とじり迎えてんよ。いやそうなんだ、迎えてないよ俺は。結婚してるんだ。え何あれと松島奈々子と結婚してるんだ。そうだよ、え知らなかったの。それ町、そうだよ、かかったです。あ知らなかったんだ。え誰と、あんまり芸能事情知らないんで。そうなんですか。深町啓太、深町啓太、深町啓太。俺画像持ってたよ。なんで持ってればや。あの一回店長さんに、ね、ドノエスエデンの店長さんに、はいはい、あのお前本当に似てるなって言われて。似てるんだ、うん、店長さんも。店長さんに言われて、そっくりだ。なんすかね、あの一回画像検索して、僕あの一回本当にツイッターのアイコンにしようかなと思ったんですけど、あのやっぱね著作権的なものもあると思ったんで、まあ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 、一応やめましたけども。相当似てる、いや本当に、いや本物になりますよ。そしたら本当に本当に実写化になっちゃうよ。ただの深町啓太、ただの深町啓太。ああ深町啓太そっくりで、やばそっくりで。僕も見てます今本当に。そう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 、ちょっと見せダメかな多分。いや別にいいんじゃないですか。大丈夫だと思う。大丈夫ですか。ツイキャスは大丈夫だと思いますけどね。あ遠いか、あの検索していただければ。いやもうこのご時世ね、簡単に皆さん携帯持ってますから。ちょっと僕見てる深町啓太、スズラン高校の深町啓太っていうのをね検索して。ただただ僕ですね。本当に似てますよね。一番今までで自分の中で似てたっていうのが本当僕ですね。深町啓太、深町啓太ですね。松田健吾は深町啓太に似てます。いやFM ギノワンから深町啓太っていうコメントが、いやいいですけどね。ありがとうございますね、本当に。ありがたい、ありがたい。できるミキサーですね。ちょっとやかましいだけで、本当に、本当に、どんな言い方よや。本当にそれ、本当にそれ。僕は今何も間違ったことは言ってない。そうそうです。でもなんか作品に自分の似てる人が出てたらやっぱり嬉しいよね。確かにね。嬉しいというか、なんかうわっ、気持ち、気持ちいいよね。入れてしまう。ね、似てるみたいな。俺も映画見てるから似てる人が出てて、本当ですか。あの沖縄を変えた男っていう野球の映画があった。あれの新入部員の石川って役が。本人やさに。出てただろ。貴様本人やさに。嘘。記憶ゼロかお前。出たっけ。出たっけ。出たっけ。てかアウトプットに記憶置いてきた。忘れてきたかも。忘れてきてるな。あれはちなみにオーディションとかがあったんですか。あれなんか なんかあったよね一応ね。あってそうそうあって。それで。で実際にこうセルラースタジアムで、はいはい、なんかみんなこの野球のシーンを本格的に撮れてっつって、うんはいはい、実際バッティングとか、はい、この素振りのとかこうピッチングのフォームとかなんか実際やって。この抜粋していくみたいな役ができる人の中でも、はいはいはい、で、うん、俺の経験ゼロだわけ、はいはいはい、野球経験がゼロ、はいはいはい、でもやもう本当に手抜きでやってたわけ、はいはい、事務所から行けって言われてたから、はいはいはい、まあでもなんかいやそしたらなんかこのプロデューサーの方が、はい、あのちょっと行って監督さんのところに行ってみたいな感じで行って、うんはい、プロデューサーの人がめっちゃプッシュしてくれて、はい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 、たまたまこの新入部員で野球はあんまりできないけどみたいな役があって、そこに
へえ。だから俺が野球するシーンは全くない。あ、そうなんだ。ただ素振りするシーンはあるわけ。はいはいはい。めっちゃ下手くそ。見て、めっちゃ下手くそ。いやでも本当にこれ、なえるんですよ。僕なんか野球映画とか野球ドラマあるあるなんでしょ。野球やってた人たちからこの野球ものを見ると、やっぱルーキーズとかめっちゃ面白かったわけ、ストーリーとかめっちゃ面白いわけ、ただちょっとその辺のシーンになるとうわーってなる。そう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 、できてない感がすごいでしょ。できてない感がすごいのと、あとそんなにグローブピカピカで使わんって。確かにね、わかる。いやでも他のそのノックのシーンとかはさすがに練習してるだけあって、そこまで違和感はないんですけど、ピッチングの時に、あーあれひどいよ。あれピッチャーのホームではないですなって思う、ね。だからあれだからわざとこう画角を大きくして、そうそうそうしたりとかぼかしたりするらしいんだけどね。そう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 。まあでも一生懸命練習してるって考えたらまあ許せますけど、ね、いい人かやん。いやすごこいついい人だった、まあ、なんかヘッドフォンもつけてマイクで喋ってるから実況の人に見えてきた。あ、そう実況の人。本当だ。違う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 、実況のルーキーズ実況しないだろ。本日実況の大城陸さん。いやいや紹介しないで。お前誰だろ。じゃあ解説の松田オイルです。あ、解説の人だったんだ。はいはいはい、投げようとするな、投げようとするな、やらないで。違う違う、映らないところでやらないで。せめて映るところでやって、うん、本番ちょっと席を立つミキサーの、うん、聞いてる人びっくりすると思うな、あいつ実力あるんだけどな、人間性に何があるんだよ。やめとけ。そんなこと言わないで。やめとけ。嘘で大好きです。そういうところが好きです。そろそろねちょっと喋りすぎだと思うので、はい、じゃあ5分ぐらい沈黙の状態で。違う何一応俺あのこの FM ギドワーの社長の山内さんから、はい、何をやってもいいよって言われてるから。そうなんだ。そうなんだ。こっちは本当に何でもやってもいいよって言われてるから、まあ、確かにな。黙ろうかなって。ダメ。そしたら俺も放棄するよ。環境じゃあ、 あの僕一人で喋ってきますんで。いやいや喋るもん。全然あの一人で。そうなるとただの仲良しラジオなるよ。おい言うな。番組名を言うな。仲良しラジオなるよ。他局でござろうが。ただの仲良しラジオやめれや。一人で仲良くできないだろ誰でも。やめとけ。おーい。あの人あいつ一番やばいな。ミキサーの人局の名前まで言おうとしたな。マジでやべえやつだなあいつ。そうだ、あんまり FM とやめとか。おーい。言わない方がいい。声高くなっちゃうよ。相当声高くなっちゃうよ。元巻さん天使が通った。俺と元氏のネタだろやめれ。天使が通った。上手ですね、ネタで。あれどこの言葉図でしたっけ。フランスの言葉図。フランスの言葉図で天使が通ったっていうね。滑ったりとかこう場がシーンとした時に天使が通ったっていうのをね使うみたいでして、はいはいはい、まあ僕ね場面だけにシーンってこと。そうそう、おー、そういうのやめた方がいいな。今天使3匹ぐらい通りましたね。3匹っていうのよ。3匹ぐらい天使数えすんなよ。俺の。すげえ。ダメゲー。あ、うるさいうるさい、もう。ちなみに俺の天使は豚だからさ、息でいいわけよ。あ、じゃあもう静かにして。本当に意味わからないし。一回静かにしてね、うん、もうだからコーナー行きたいわけよ。でもうるさかけるから曲とかかけてリセットしてからがいいんじゃない。あ、そうそう、一回フラットさすがだな、うん、俺さすがだわけよ。一人でラジオやってるだけあるぜ。そうだぜ。一旦それでは、うん、一旦曲を、ここは誰セレクトでしたっけ。オイルセレクトです。オイルセレクト何ですか。まあこの前までずっとヤバティヤバティだっつって、まあまあそうっすね、もういいだろうと。あ、もうさすがに確かにな、飽きただろうと、うん、ということで、いいけどヤバティもいいけどね、うん、面白いけど、うん、たまにはちょっと違うの聞きたいなーっていうことで、ね、はい、ヤバい T シャツ屋さんで肩幅グッテイ。おかしいだろ。休憩したかったら曲をかけなさい。ありがとうございます。あ、じゃあ俺が拾っとくね。大丈夫。何て読むんですか。松田紅花湯さんはサッカー日本代表だった犬に似てるって。誰が。おお、いや似てないよ。似てないよ。あんないいもんじゃないですよ僕。あんないいもんって。犬選手かっこよかったじゃん。かっこいいイケメンだよね。犬さんかっこいいイケメンだよね。でもなんか雰囲気言ってることはなんか分かるな。茶髪なだけだ。茶髪と髪の長さだけだと思うんだけど。あと無回転シュート打ちそうな感じ。打たないわ。回転シュートたまに打ってます日常で。舞台で無回転シュートの時がある。やめとけ。ゴール決まってないだろ。ゴール外してるやし。ありますね、そんなこと。トラウマナイトの中川さんかっこよかったって。YouTube で見れるんだ。黒村翔さん多分メガネのドア開けないっすよ。やめとけ。先輩に。でももうやっぱだって肌のちょっと塩せんべいですよ。やめとけ。で言ったら分かれると思うさ、うん、意外にこういうの好きって。そうなんだ。後輩からいじられることないから。そうなの。
確かにな、恐る恐るいじるもん、大丈夫はいね。あの人、あの人でも変ないじりしてくるんだよな。何がお前に、あの、対馬がいつも七三分けなの分かりますか。ああ、そうね。毎回なんか、あ、県庁帰りっていじりしてくるんですよ。あ、でも俺も今日ちょっと失踪で、やめてやめて、やめて、失踪したい方。あ、俺も失踪で。え、いいえ、10ゼロだろ。10ゼロ分けじゃないですか。アシンメトリー、いやいやいや、ちゃんと3残して、いやいや、残ってないから、ね、3の部分も残ってないから、ね、クローズゼロのオグリシュンと同じ髪型こっち結んでね、こっち結んでね、あれかっこいいな、あれかっこいい、ああそうそうそう、それあーそれ、あれかっこいいよね、それもそれでかっこいいですね、かっこいい、あれかっこいいんだよな、すごい、いいな、あの顔の形じゃなくて似合わないんですよね、あれちょっと顔の細めの人シュッとしてる、そうそう、俺も丸顔、俺ゴーパチだよ、ゴーパチ、ゴーパチって言わないから、ゴーパチトータル13人ですか、大丈夫、おかしいよ、ゴーパチシンプルな間違いで、いや、言っただけだろ、それ、なったもんね、この前、今松田さんに勧めようと思ったサングラスをかけながら、はい、この髪型したらみんなにイカついって言われました、はい、いや、もうイカついでしょ、それ G ドラゴンやしやべえDJ… G ドラゴンにしてたの、すげえ、ザ・ DJ だ、 DJ ブースすごかっけえ、すごいチカチカしてる、すごい、あ、これ後でおすすめしましょうね、タヤガさんだったらいっぱい使いたいはずなんで、工作で使えるやつ、じゃあこれピカピカしてるやつ、ピカピカしてるのは自分で作りました、そうなんだ、別に道具が光ってるとかじゃなくて、じゃなくて自分でちゃんとあのハンダ付けして、へえ、精込んでるな、そうなんだ、すごいね、あの工作好きな太陽さんにぜひ、いやーやば、めっちゃ見たいな、面白いな、きんぴらさん本当にね、何でも作るからな、小道具、いやだからあのファッションショーがあったよね、ファッションショーの時に手伝いさせてもらいましたけど、うん、大変だったから本当にみんなでやった方がいいと思います、いや本当はみんなでやった方がいい、あれは、うん、本当に大変だった、あれは、うん、大変だったさ、さすがに大変すぎてだから俺なんかをこのあれにつけようっていう、もう無理無理で、ブルーシートのドレスが仕上がった時ちょっと感動して、でもすごかったでしょ、やっぱりすごかった、本当にすごかった、本当に泣きそうになった、うん、あれをやる、あれだけのために俺は芸人になったから、いやいや、芸人一切手伝ってないけどね、おお、ずこやばい、そんな感じで、そのまま CM 行きます、はい、お願いします、すみません、大人のエレクトリカルパレードはあのヒアゴンです、大人の国ね、大人の国ね、大人の国、近くに子供の国の近くのちょっと行ったところに大人の国ヒアゴンって言うんですけどね、なんか夜のサタズーナイトみたいな感じで、そうそうそう、基本的には夜のサタズーナイト、昼間あったら逆にびっくりになる、ああなるほどね、昼間ですね、休憩という形で、あなるほど、後に休憩を必要とするであろう時間ですけどね、いやいや、もういいよ、もうゾウさんとか見れるんですか、そこの大人の大人の国、ゾウさんしかいないですね、そうなんだ、そんなことないだろ、パオンしてます、パオンしてますよね、いやもう僕とリック君にはもうねファンタジーの世界ですから、いやすいません、一緒にしないでもらってね、リックの好きな女の子のタイプってさ、どんな、あれ、いや、それは流れてないところで5秒前で言うところあるの、チョップスティックスの夜中にちょっと箸休め、おはだ、はい、というわけで、はい、CM 開けましたけど、開けました、CM 中も開けたね、曲流れてる途中も本当にずっとうるさいですけどね、じゃあ楽しくないの、楽しいけどね、楽しいんだって、 CM 流れてたわ、うん、CM 流れてたわって言うな、そうなんですよ、あの CM の時にタイガから聞いた質問ちょっと聞きたいなと思って、はいはいはい、あのリークの好きな女性のタイプってどういう人なの、めっちゃ聞いた、いやだからリークって俺多分男が好きだと思ってる、違う違う違う、本当にあのリークとかさ、あんまりこうなんていうのかな、性の匂いがしないというか、あ、まあまあ異性にガッツリはちょっとかっこいいし、そうそう、俺なんか俺もうガッツリ全然そんなのはないと思ってたんだけど、うん、まさかの、まあまあ、まさかのだからカミングアウトだった、はい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 、ギャンさんのそういうの知った童貞ね、そうそうそう、うん、でもリークはもうこう本当にちょ、なんていうの、顔から童貞が溢れててる、やめとけ、うん、え、もしかして虚勢したいの、してない、してない、バリバリついてるよ、そう、猫とかと一緒じゃない、してない、してない、耳にあれ開いてないでしょ、開いてない、形のやつ、
そうなんだ。どんな、どんなの、うん、いやだからどんなタイプってよく言われるんですけど、うん、まず恋愛をほとんどしてないんで。でもだからなんていうのかな、タイプとか形成されてないっていう。だから大体タイプがいる人って恋愛してきて、うん、こういうタイプは嫌だとか、こんな女の子みたいなキュンとくるみたいな、こういう子がすごい、なんていうの、まあいろんなタイプの女性がいるじゃないですか。はいはいはい。その例えばですよ、まあ、こう並べて、はい、例えばアイドルグループ AKB さんとかもほんといろんなタイプの女性がいるじゃないですか。ってなったらもう言ったら選びたい放題なわけですよ。まあそうですね。自分の好みの子がやっぱ推しになるじゃないですか。ああ、はい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 。だからその中でもこういう子が好きだなみたいなことないの？そうそうそう。僕はでもどっちかというと落ち着いてるというか、なんかまあ清楚系というか。持ちついてる？いや、おかしいだろ。ペタペタ。持ちついてるやついないだろ。うさぎさん系のやつ？いないいない。うさぎさん系のやつ。もしくはクールポコかどっちかで、ね。何ふざけてるやしや、結局。結局ふざけてるやしや。清楚系俺じゃあ、ヘップバーン出すな。オードリーヘップバーン出すな。綺麗だけど確かに清楚だけど、清楚の前に白黒なんだよ写真が。昔の人だから、確かにね、美人ですけど、オードリーヘップバーンあれですけど、ああそういうことだったな。キャンさんだからあの外国の清楚な感じの女性が好きっていうね。あ、まあ、そうそうそう、外国人結構好きらしいですね、キャンさんは。はい、真逆、真逆、真逆も OK なんだ。真逆っていうのはどういうことですか？犬とかってこと？違う。真逆かもわからんし。あ、もうガリガリの、はいはい、ゴリゴリガリガリじゃん、ガリガリ犬だ。ゴリゴリの、あのギャルギャルしい感じのね。ガリガリの、まあ、全然ね、はいはいはい、そんなに。でもこれじゃないか。あー、はい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 、はい、あー、アブリル・ラビンさん、ね、はいはいはい、確かに。あ、でもやっぱ外人さんが好きなんですね。あ、外人が好きなんだ。イエス。はい、うるせえうるせえ。オーイエス。はい、やるなそれ。オーイエス。やるなやるな。数タイプのね。やるな。あるけど、そういうの。リークはだからどんな感じの人が好き？落ち着いてる、性格でしょ？まあまあまあ。見た目とかはないんだ。そうそうそう、ルックスよ、ルックス。見た目は別に、だから毎回あれですけど、うん、ロングショートどっちがいいとかも別にないし、特にない。そう、似合ってればいいかな。それホームルームの話、今。え、ロングかショートか、ってホームルームの話、うん、違うよ。ロングがいい決まってるだろ。ホームルームだったら。だって寝れるもんな、あの時間な。ロングホームルームはみんなで楽しい時間だから、ロングの方がいいに決まってるでしょ。まあまあ、そういうの聞きたいんじゃなくて、誰が脱線させたばや。どんな髪の毛の話でしょ。ああ、うん、髪型とかね。どんなって言うんだから、どういうことですか。俺はどちらかというとショートカットが好き。なんか女優さんで言ったら誰みたいなのが、うん、だからそれもこの間話しましたけどね、うん、あのマツケンさんと、はいはいはい、そうなんだ。この女優が好きっていうのはない。あのそのなんだろう、作品とか見て、うん、今この時期に出てた女優さんにハマるとかはあるんですけど、うん、絶対的にずっとこの人っていう人はいないんですよ。僕はもうずっと固定で本田翼ちゃんが離れないんですよ。あ、でも綺麗ですよね。今だから月9に出てるから僕も結構好きです。絶対レード、絶対レード、いいですよね。可愛 いよね。アクションもしてますしね。そう、アクションしてる女の人ちょっと、そう、アクションしてる女性可愛 いよ。やめねえや、確かにな。やめねえや。それあざといって思われるタイプのくしゃみだろ。なんかチキュンっていうな。すごすご、やれやれやれ、チキュンっていうさ。レーザーからレーザー脱毛の時のこと。ない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 、あの鼻からやるやつね。あれ、おっさんがいるな。いる、でもいる、あんなくしゃみする。いるいるいる。サバサバ系の。あの今日もオープニングで平成期で一人いましたからね。アクションって言って。いたいた、いましたね。はいはい、コーナーに入らしてくれ。コーナーやろ。コーナーやろ。コーナーやった後に聞こうじゃん。そう、うん、どんなそう、でもコーナーもね。そういう感じの話だからね。あ、そうなんだ。それではコーナー。先週に引き続きね。行きましょう。どんなコーナーなんだろう、楽しみだ。さあ、リークが今からコーナー紹介するってよ。さあ、どんなコーナー。言わせれや。言わせれや。言いたい、分かった。ずっと頑張ってたよ、今。言う体制で。やろやろ。言います。はい。心理テスト。またな。あ、心理テストね。はいはい。なるほど。はい、というわけで、このコーナーはですね、はい、うん、まあ心理テストということで。あのさ、俺チョップスティックスってあんなにネタ上手なのに、はい、コーナーに入った時劇的に下手くそになるわ。俺4週目で気づいた、もう2週目ぐらいから気づいたんだけど、うん、コーナーに入った時のテンションが下手くそだっけ。あ、そうな、多分、ね、やり慣れてないんだ。メディア向きじゃないはず。やめれやめれやめれ、仕事来なくなるだろ。小刻みプラス見ました。 ありがとうございます。あ、すごい、そうだよ、出てたもんね。面白かった。なんだろう、俺なんか俺メディア出てるよ。結構反響ありましたね、うん、あった。いや、そりゃそうだ、あ、みんな見るもん、あれ。実はさ、はいはい、俺一回出てるわけ。あ、あー、え、
国際プラス出てるんですか。そう、出てた。ブリガドとかとね、あのファントム松田さんが出てたんです。あー、はいはい、乗っ取られた状態、ね、乗っ取られた状態出てるんで、はい、あの僕の記憶はないんですけど、オンエア見たらちょ面白かった。面白かったですよ、はい、あれいいな。僕毎週見てるんで。ただ、うん、反響が一切ない。まあ、まあ、ファントムで出てますからね。まあね、ファントムさんの方にはお便りが届いてたかもしれないですけど。すごいな。でもね、みんな地獄宛ての住所わからない。いや、まあ、確かにね。小刻みインディアンさんと共演するっていうのがすごいなって。嬉しかったですね。いやでもね、本当に嬉しかった。でも嬉しすぎて、逆になんか失礼なぐらい、いや、やめねえや、おかしいだろ。失礼なぐらいなんか挨拶できなかったというか。分かります。挨拶の仕方もわからないですよ、初めてテレビ出るから。あ、お疲れ様ですとか言うんです。お疲れ様ですとか言って、すみません、お願いします、 FEC から来ましたチョップスティックスですぐらいは言えるんですけど、そのタイミングとかがよくわからなくて。まあ企画的にあれ合わないですもんね、始まる前に。そうそう、最初はね、合わないようにやって。だってあの二人、だってもうあのあの映像で出てると思ってたもん。ホログラムだと思ったん。有名人ってでもそんな感覚に陥りますよね。まあまあまあ、ちょっとあったけど。そうなんだ。そうで、いい、ね、結構反響ありましたけども、はい、そんなコンビ活動テレビに出たチョップスティックスのリークの、はい、このコーナーは心理テストですね。心理テスト、はい、そう。あ、よくまとめれましたね。こういうのできる人だけ。すいません、じゃあもう手っ取り早くいきましょう。いきましょう、いきましょう。今回も恋愛に関する心理テストですよね。もう45分ですよ、うん、はいはい。なんでこんな時間ないば。いや、お前らが喋りすぎたんだよ。どうやって入ろうか、うん、探り探りしてたけど、喋、うん、りすぎてたんですよ。ごめん、ちゃい。うるせえ。うるせえ。キャンさんの方で少し時間巻き戻してもらいます。無理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 。こんなのがまたもう長くする場合は。やらせで早く。やろう。俺も早くやりたいもん、ずっと。います、じゃあ、はい。いつコーナーに入るんかなと思ったわ。いや、お前が飛ばしてんだよ、基本的に。はい、というわけで、はい、いきましょう。問題の恋愛心理テスト。恋愛の相談、はい、相談、心理テスト。恋愛相談はしてないですよ。はい、森の中で、森の中で、道に迷っているとき、はい、あなたは動物たちに出会いました。うん、道案内を頼むとしたら、うん、どの動物に頼みますか。1、小猿。はい、2、山猫。3、ウサギ。4、クマ。はい、ということで決まりました。決まりました。1がキザルでしたっけ。1、コザル。コザル、あ、コザルか。キザルワンピースかよ。追いつけない。キザルの道案内には追いつけない。早すぎてな、はい、分かる人しか分からんだ。光の速さで動くからね。そうですね。2、ヤマネコ。3、ウサギ。4、クマというか。はい、決まりました。そうだな、E のライオンでお願いします。いや、おかしいだろや。なんでまず1、2、3、4なのに E っておかしいだろや。ABCD でやってんばよ。あ、ごめんなさい、うん、25のカマキリで。いや、ないない。できないだろ。ちょ、決まった決まった。ちゃんと決まった。あ、ちゃんと決めよう。俺も決めて決めた。決まった、はい、決まりましたか。はい、じゃあ、答えを発表してください。あの、一人一人聞かないですか、何をやったの。あ、僕が発表していいですか。そうそう、あ、僕は山猫です。山猫、山猫、2位の山猫で。2位の山猫ということで、タイガさんは。僕はね、ウサギ。ウサギ、4、あ、3のウサギというウサギ。キャンさんは。キャンさんは。僕一番最初に浮かんだのが4のクマ。クマで、まあ、クマもね、はい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 、みんなバラバラな感じで、はいはいはい、そうですね。僕はじゃあ、番組的に言ったら、はい、1の小猿がいいと思うんですけど、うんうん、まあ、どっちも説明するか、はい、僕的にはウサギです。ウサギ、3のウサギ。じゃあ、あの、誰も選んでない方からいきます。これは何、ちなみに何が分かるんですか。これはですね、はい、結構結婚した時の、はい、何を重視するかという、はい、あ、結婚、どういうタイプかという、結婚する相手に何を重視するかということ、うん、いや、自分がどういうタイプかということ。そうそうそう、どういうタイプか。あ、結婚した時にどうなあなたはどういう風になるのか、どういう、気になる。1、はい、小猿。誰も選んでないですけれども、はい、1を選んだあなたは、はい、家族に縛られるのは嫌だという独身感覚タイプです。おー、そこからこの4名外れたっていうのはちょっと激アツだな。よかったですね。ちょっとよかったな。よかった、回避できてよかった。よかった、よかったですね。キャンさんもね、俺がこれでキザルって言ったからかな。違うと思います。違います。よかったな、はい、まあでも道案内ね、うん、小猿案内しそうな感じはしますけど ね、誰もたまたま選ばなかったというか。なんか俺は小猿は子供だから結局話が通じない気がした。あー、確かにな、小猿って言ってる。お猿さんだったら選んでたかもしれないけど、小猿はなんか違うの。そこまで考えてたんだ。俺、あんだけ無駄なこと言ってるけどちゃんと考えてるよ。あー、すごい、うん、さすが一人で。僕はすみません、五感でしか考えてないです。だと思いました。あ、ありがとう。というわけで、はいはい、2位の山猫、うん、山猫を選んだのは、松田オイルさん。はい、そうです。2位を選んだあなたは、はい、お互い干渉し合わず、うん、プライベートを重視するというタイプです。あー、一番いいやつやし。あのね、
わかるわ一番いいやつやしいい一番いいやつだし多分、うん、あ一番いいやつ、ずっと一緒ずっと一緒付き合ってもねあんまりお互いに干渉しないタイプです僕は、うん、まあ、はい、縛りすぎず縛りもしないですし縛られるのも嫌ですうん、はい、一番いいやつだいいですね、はい、なんかお互いたまに昨日あ時間帯の会う時に会ってみたいなねそうそうそうお互いどうしては好きだけど、はいはい、お互い好きなまたそれぞれのね、うん、世界だそれをお互い認め合ってるってお互いの時間はお互いの時間でいやー俺いい人だわいやいいですねいい人だわはまた別ですけどタイプによりますからそれはいやでも今いい関係性だいい関係性を築けてるということですね、はい3を選んだあなたうさぎ僕たち、僕と、タイガさんが選んだうさぎですねうさぎなんかちょっと怖そうだな3を選んだあなたは、はい、良き妻良き夫となり、はい、安定した結婚生活を望むタイプです羨ましい望むタイプ望むんだあではないの別になるかどうかは別として、はい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 、望むタイプでもそれを望むってことはそれを目指すってことですからそうですねおのずと良き夫になっていくんじゃないでしょうかまあまあまあそうですねよかったでも悪い選択肢ではなかったですねじゃあ、はいはい、結婚したらすぐ芸人を辞めるって感じですかもしれないけど可能性はあるよねいやまあまあ続けながらもまあ良き妻良き夫はできますから、ね、なるほどね、はいはい、で4を選んだの、はい、4の熊ですね熊、はいアットホームでのんびりムードの家庭を築きたいタイプですあロハス系に多そう、ね、キャンさんはあれですよね4番ですよねいいアットホームでのんびりこれあの見た目でアットホーム目指してるのですよ、ね、パツキンでクローズの小栗旬と同じ髪型の人アットホーム目指してるDJ でめっちゃプンプンやってる確かにアットホームなんだアットホームがいいですよ、うん、いいね人は認めにやらない、まあ、でもいいなら今回家族でねこうみんなその家に帰りたいってなるような家族を作れるっていうのはすごい、うんはいはいはい、家で皿回すんですよね皿洗いながら皿回すんですよねキュッキュッキュッってうまくないうまくない多分キュッ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 あのキュキュッとっていう洗剤でキュッキュッへぇうっせぇうっせぇいいじゃんでも小猿がちょっとあれだったんだなよかったですね外れてよかった、はいはいはい、面白いやっぱこう面白いないいな選手もやったわけよやりましたもう一問やろもう一問や申し訳ないんですけどあと4分しかないんですよじゃああと1問ちゃっとやろちゃあと1万1万そうというわけで、はい1万もらえるんだったらやりたいけどやめえや、はいはい、もうねさっとさっといきましょうじゃあじゃあやりましょうかちゃんとツイキャスとか見てくれてる方も ね皆さんどんな感じ参加してもらえればいいスプリームさんがカバーって言ってましたけど、ね、それはリークに対しての文句ですからあの絶対やめてくださいカバーは家庭崩壊するタイプやめてあと汗がピンクになるタイプスッと行かせれどうぞどうぞどうぞあなたが引っ越しをする際に、はい、最も注目するポイントはどれですか、はい、1部屋が綺麗、うん、2駅から近い、うん、3コンビニが近い、うん、4家賃が安いということでどれが僕は決まりましたね俺も決まった僕は決まりました僕も決まりました部屋が綺麗、うん、駅から近い、はい、コンビニが近い、うん、家賃が安い、はい僕は1番ですね出勤地から近いみたいなのねえだからまあまあだから駅が近いじゃないそうだったら駅が近いかな、うん、じゃあ、はいはいはい、4番もよかったけどね4番家賃が安いですか安いねじゃあマツケンさんが部屋が綺麗部屋が綺麗で、タイガさんは僕4で家賃が安い僕も家賃が安いですちょっと合いますね似てるなちょっと結婚するやめれやなんでよ死んだろまあ、あキャンさんは僕も部屋が綺麗で1番部屋が綺麗じゃ あの2と3から2と3からやりましょうか、うん、で何が分かるのこれはこれはですね、うん、こいつ毎回それ説明するの忘れるわバカやしバカ心理テスト醍醐味だろ、うん、まあでもこれはなんか説明とか書いてないまあ恋愛のタイプですねどういうタイプかどういうタイプの恋愛をするのかリークのタイプがどういうタイプ好きな人のタイプとかじゃなくてタイプ、ね、どういう恋愛をするかっていうタイプですね、はいはいはい、2駅から近いを選んだあなた、うん、2位を選んだあなたは、はい、結婚を求める堅実派タイプですほーということで駅から近いまあそうですね、まあまあまあ、安定を求めてる感というかそっちもちょっと求め始めてるんだろうな、迷うってことは、まあ、なるほどそういったのか分かるんだこれもしかして恋愛心理テストそうだよそれ言っただろ最初に言っただろ次は3番3番コンビニが近い、うん、3を選んだあなたは根っからの恋愛体質タイプですということでいろんなじゃ恋愛を恋愛になんていうんですか取りつかれるようなタイプですよねいタイプなんですかねデコボコトラベリングの帰りとかああやりそうですね選びそうじゃないですね確かに僕はコンビニがどうのって言いそうだもん、ね、いいだろそれしっくりすぎだろはいというわけで1番部屋が綺麗マツケンさんとキャンさん、はい、1を選んだあなたは自分が一番大好きなタイプあのね言ってないですけど、はい、僕自分好きなんですよ俺だってこれ YouTube に上がるじゃないですか、はいはいはい、ちゃんと全部見てる俺いるんだ
えら見てる俺自分好きなんすよ否定できない、うん、ね否定できない ね, ねまあ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 なんか分からなくもない感じする、これ結構ちょっと当たるな、るんだね、そうですね、では4番、あ、はい、そっかリクとタイガ家賃が安いを選んだ、はい、あなたは足が臭いんかな、いやおかしいだろ用心深さが邪魔になってしまうタイプです、ああもうこれが出てる結果のリークの童貞ですよね、僕はもろですね、マジで、はい、わかるわかるよ、お前ちょっと確かに慎重にするタイプ、しすぎなところはあるよね、はいはい、絶対それはOKになるように仕組むもんね、そう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 、確実にOKだと分かってからしか動きたくない、はい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 、わかるわかる、気持ちはわかるけど本当に本当に、あはい、というわけでこの音楽が流れたということは、え、本人がもしかして本人がエンディングエンディングエンディングそれそうだろ、いや本人が来るか、本人の星野源が来るかと思った、星野源歌ってんよや、え、嘘歌ってんだろ、ゲン星野来ないだろ、ゲン星野っていうね、ケイヨコヤマみたいな、アスカちゃん来てますよ、アスカちゃん遅いです、遅いです、こんばんは、今日はありがとうございます、今日はね、本当一段と遅いですね、はい、いいですよ、でもね、はい、というわけで、カタツムリに乗ってきたのかな、いや、乗るかいネット上のカタツムリってなんだば、速度制限だろそれ確かに今日はインスタライブ見てました、あ、そうなんですか、まあ、わからないですけれども、冷たいな、わからないですけども一応ね、うん、いつ終わるかわからないので告知をしておきたいなと思って、そうですね、来月の9月の15日、はい、第3土曜日、はい、なんかあるんすか、あれだろ、お笑い劇場が、あります、いや、出るでしょうよ出るでしょうよ、はい、あります、ありますね、ありますよ、場所から発信文化展物館4階の展物ホールでね、はいはい、時間が18時半会場19時開演でありますので、はいはいはい、しっかりやるやし、はい、しっかりやるやし、今回はお、はい、いつショータイムということで、ね、ちょっとモノマネパレードみたいなだったりとかね、企画をちょっとやりたいです、ね、ダンスしたりとかいろいろね、はい、またやりますんで、ありますので、今回もまあ面白いですから、はい、ぜひ来てください、時間を空けて、はい、来ていただけたらなと、あの僕たちのツイッターからも予約とかできるんで、はい、ぜひお願いします、よろしくお願いします、告知した際には、ね、はい、黒紫さんも来てくれると、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひ楽しんでいってください、はい、というわけで、はい、締めちゃおっかな、あ、締めちゃう、締めちゃう、いや、締めさせろ、あ、締めらせろ、もういいよ、もう終わりでーす、下手くそ、ありがとうございました、ありがとうございました、終わりでーす死ぬ方ダントツで三四郎エッション、もう本当に終わるからこっち行った方がいい、あー、そっかそっか、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい楽しくやらせていただきまして、皆さん、黒紫さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、アスカちゃんも、あー、アスカちゃん、おさいけど、はい、シュプリームさん、ありがとうございます、はい、ゲータさんもありがとうございます、はい、そして、元巻さん、ありがとうございます、はい、はい、あとは、いっぱいいましたね、ペータさんも、ね、言いましたか、言いましたね、はい、そうですね、はい、ありがたいな、ありがとうございました、皆さん、アメコさんも、アメコさんも、ね、アメコさんもありがとうございますね、まあ、その他、コメントしてない方々も、はい、聞いてくれて、ありがとうございました、というわけで、誰向けにやってんの、こいつなんか、締め方下手くそだよね、あ、終わって終わりました、終わったんだ、終わりました、というわけで、って思って昨日のお笑いライブで、アービが潮吹いてピュッといった女性芸人さんで、誰どんなやつ、昨日お笑いライブやってた、あ、でも、ナイチじゃないか、あ、ナイチ車出てきた、アービが潮吹いてピュッといったモロやし、え、モロとどういうこと、ただの潮吹きに、あおまんこかな、いや、やめとけ、アワビイコールおまんこで、塩吹きですね、ピュッて、やめてとけ、言うな、詳しく、アワビが塩吹いてピュッ、ダメだよ、アワビが塩吹いてピュッ、やめて、幼稚園とかで流行りそうだよ、流行るかよ